さあ続きましてラウンド1第2試合の対戦カードはこいつらだ。第2試合 KOK2021 東日本大会ベスト4千葉代表ベノム。バーサススポットライト2021準優勝サイレンキラージョイント。クソメインステージでの対戦となります。それでは先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いします。後攻で OK。 Yeah. 先攻ベノム、後攻サイレントキラージョイント、8小節4本勝負 DJ ザイカモンセー。船橋駅で中国人をリンチして少年院、その少年院でジブラを見たんだ。俺はそのジブラを見てラップを始めた。マイク持って諦めねえでジブラの前でラップしてるぜ。夢があるようなヒップホップってのは、その夢を見せ続けに来たんだよ。あの時ゼブラのボールペンのインクでリリックを書いた。インクは未だに消えねえで残ってるぞ。おいおいベノムさん、自分の話ばっかいいな。俺は今日みんなを騒がしに来た。夢っていうのは一個いいか、そこに俺の T シャツ着てるやつに勝ちを見せることだ。えいよ KOK、 いつもの通りでテンション上げてこう。俺遅刻気味で登場、ヒーローは遅れて登場。ヒーローは遅れて登場だからヒーロー、お前それで OK。 俺はヒーローじゃなくてヒール、ニヒル千葉のアンダーグラウンド不良の登場。なぜなら俺はヤンキー、今さらカッコつけたってしょうがねえし、だから俺は千葉の代表のカンパ、背負ってるぶっ飛ばすワンパン。不良不良もいいけど、俺はいつもの通りに動く動く、このフリーキーな動き、不良自慢なんて俺はしないよ。いつも寂しい心を埋めてくれるのは音楽、それは皆に証明。いえ俺も刑務所行った、いちいち言わねえな。曲でしょうか、フリースタイル楽しんでいこうじゃねえか、ヴェノムさん。いちいち言わねえなって言った瞬間言っちゃったじゃん。言っちゃうのはもう俺たちノリノリ、俺らパクられるのはゴリゴリ。頭の中真っ白だけど、真っ白な粉に手出せないよ。シャブなんてやる暇もねえほどにビズ、ヒップホップを見せてやるよビシッと。間違いねえな、シャブ合わねえな、ヒップホップのノリはやっぱウィードだな。ギリギリ間に合ったところで友達が巻いてくれた一本で回復。昨日はパーティー、友達の誕生日、俺が神戸でやってたテキーラ一気飲み、やった後今日もブリブリ。間違いねえな、やっぱりウィード、そのウィード俺もうごちそうしてる。サイレントキラージョイントにすでにベノムがジョイント1本買ってる。いえどっちがリアル関係ねえけど、一発かわせ、シャブよりもラップ、そしてラブ愛があるから強くなれる。あんた巻いてくれた1本あったら、俺今左手に握ってるこれで2本巻くぜ。見えるこのラップ中身は見せねえよ、配信中。はあ、いつもの通りだぜリアル、何も一つも隠さない。この人もいつも遊んでくれるけど、今日は俺が一番遊びましょう。終了。さあそれではまずは観客判定に入ります。先行ベノムが勝ったと思う人、赤のバンドを高くかざしてください。ありがとうございます。後攻サイレントキラージョイントが勝ったと思う人、青のバンドを高くかざしてください。ありがとうございます。写真判定のためもう一度確認させてください。先行赤ベノム、後攻青サイレントキラージョイント。観客判定は後攻青サイレントキラージョイントに1本。それではジャッジの皆さんに判定を聞いてみましょう。レッツジャッジ。勝者青サイレントキラージョイント。
惜しくも敗れてしまったベノム、一言ください。声の出せない中、皆さんお疲れ様です。多分俺も悔しい思いしてるけど、みんなもすげえ悔しい思いしてると思うんですよ。で、間違っちゃいけないのは、この悔しい思いをさせられてるのはどっかの上司とか誰かじゃなくてバビロンなんですよ。で、そのバビロンっていうのは誰かじゃなくてシステムなんですよ。また言ってるよとか思ってるだろ。また言ってる、俺ずっと言うからな。これありがとうございました。千葉の核弾頭ベノムにでっかい拍手を。みんなマジ愛してるよ。ありがとう、本当に愛してる。やっと言えるようになった俺も。